科学，我是东京的主持人杨子。今天我们来到了东京的代官山，那代官山呢就是杨子最喜欢的地方。为什么呢？我觉得这边呢是非常一个又优雅但是又时尚的一个街。那特别是在我背后可以看到这家书店是杨子最喜欢的一个地方。不要看它是普通的书店，里面的书都是精选的一些vintage书，还有时尚的书。那所以我觉得在普通的书店绝对是买不到的书，在这里就可以淘到。那包括有书店以外，后面还有一家叫 Saturday Shop New York。 那家店呢是有一点街头风格的，但是喜欢就是 shopping 的一些男孩子可以穿的一些服装啊，还有咖啡也有买的，所以我觉得来这边逛街的男孩子们不能错过这里。こんにちは。こんにちは。今日買い物ですか？そうですね。買い物も買い物ついでにちょっとミーティングしてたんで。あ、そうなんですね。どんなお仕事されてるんですか？普段はあのダブルダッチ。ああ、わかる。プロパフォーマンス。すごい。一人で止めないで。こうやって。すごい。めっちゃすごいですね。かっこいい。お名前ですか？こうやです。こうやか。そうそう。こうやです。中国の皆さんに日本のファッションとかを紹介する番組なんですけど、今日の全体のなんかコーデのポイントとか。コーデのポイントですか？うん。そうですね、今日結構自分ストリートなんですけど、料理は、でもどっちかしたら自分の中で綺麗めに言っときながら、しばらくストリート出しといて、あ、なるほどね、そう、ラハピとか食べて、いいかもしれない。そうね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。